えない運命を捨てましょう。
お金が倍になればサービスも倍になりますよ。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない？どのようなご用件で新作府へ？待ってて、大木様はすぐ戻ってくるから。今の大木様は代理将軍だから、あなたたちと面会する前に民に状況を告げて安心させる必要があるの。将軍になるための第一関門ってところかな。早く慣れてくれるといいよね。永遠になれないでしょうね。こうしてここでお前たちと会えて嬉しいわ。死者数を統計して薬王残党の討伐に人手を回し、六王に状況を説明する。道理で軽減が刃先の座と言っていたわけね。将軍の座は厳粛なものよ。これは私の務め、譲るなんてことできないわ。実は楽しんでるんだろうな。大木がわざわざ俺たちを招いたのは愚痴を言うためではないだろう。もちろんよ。しばしとはいえ、私は将軍を務める身。事件が一段落したからラフを代表し、正式に感謝の言葉を伝えようと思ってね。やった！ついに軽減将軍が約束してくれた報酬がもらえるんだね。ええ、ラフのために生死を顧みないその誠実さをしかと見届けさせてもらったわ。六音の将棋により本日をもって請求列車はラフの盟友となる。お前たちはラフ協会内で同盟の施設とみなされ、最高レベルの優待を受けられるわ。請求列車を代表して大木に感謝を伝えよう。おお、実物の報酬ではないけど、なんかかっこいいかも。感謝の言葉はこれで終わりよ。けど別件で相談したいことがあるの。どうぞこちらへ。ちょっとひどくない？感謝の言葉をもらったと思ったらすぐまた任務？任務とまではいかないわ。性格の災い、薬王秘伝の動乱、剣木の復活、その上半物質レギオンの手までラフに及んでいる。この詳細をすべて同盟の上層部に報告し調査しなければならないの。でも私は事件の渦中にいた人物の一人、多かれ少なかれ主観的になって見解が偏ってしまう可能性があるわ。だからお前たちの力を貸してちょうだい。共に事件の流れを整理して細部を分析してほしいの。さて、どこから始めようかしら。
現状から見ると、すべての元凶は元老と言っていいでしょうね。先週は過去にも反物質レギオンと戦ったことがあるから、奴らの動向は常に警戒していたのだけど、まさかここまで秘密裏に攻めてくるとは思わなかったわ。絶滅大君が先週人に化けて潜入し陰謀を企てるなんて。奴は性格を薬王秘伝に渡して反乱を引き起こすことでラフに自滅の道を歩ませようとしていた。レギオンの危険度については再評価する必要があるわね。数千年前、剣木が帝宮の使命によっておられてから、北条は禁忌とみなされてきた。仙道を握っていた探偵氏はそれ以降失墜し、あってもなくてもいいような死になったわ。今思うと、あの時から薬王秘伝の反乱の種はまかれていたんでしょう。あの者たちの中に反物質レギオンに性格を求め、北条の戦闘を蘇らせようとしていた者がいたってことね。ふん、それは確かに成功したけれど、元老の目的は他人の願いを叶えることじゃない。本当に愚かだわ。選手を裏切った結果、絶滅大君の計画のための生贄にされるなんて。性格ハンターについては互いに持っている情報が少ないわね。けど休館の陣で私はカフカが運命の奴隷から受け取った予言を見たわ。エリオはラフの様々な可能性を予言していた。カフカの持つ情報によると、その可能性はエリオが掌握しているものみたいだけど、ラフにとって一番好ましい未来なのは確かだったようね。性格ハンターたちは自ら投獄し、先週に頼もしい盟友を、つまりお前たちを招いた。指針による行為ではあったけど、良き結果をもたらしたのは間違いないわ。今エリオが見た未来は現実となった。先週はレギオの計画を見破り、お前たちの協力のもと元老を追い払うことができたわ。そうね、かなりの情報をつかめたし、筋も通っている。でもまだ細かなところが不明瞭よ。性格がどうやって泉州に持ち込まれ、何者によって林苑郷に送られたか、そして他にも薬王秘伝の残党がいるのか、この疑問はまだ解消できていないけれど、私たちは最善を尽くした。同盟に出す報告書はある程度頭の中で考えがまとまったわ。お前たちのことも漏れなく書くつもりよ。けど軽減のために、泉州の内務に関わる部分では名前を伏せさせてもらうわ。どうか理解してちょうだい。こちらとしてもそうしてもらえるとありがたい。剣木については同盟の上層部も重視しているだろうから、おそらく細部まで精査することになるはずだ。それに請求列車が巻き込まれたら、しばらくここを離れられなくなる。まったくよ。今回は軽減がいろいろと規則違反みたいなことをしてくれたおかげで、私がいちいち後始末をしなきゃいけないの。ふぅ、運気将軍ってなんでどいつもこいつもこう面倒なのかしら。お前たち、旅を再開するまでゆっくり休んで。もし行きたい場所があれば自由に見て回ってくれていいわ。私はしばらく運気軍の事務を代行するから一緒には行けないけれど。ああそうだ、もし途中で正社会に寄ることがあれば、これを玉空に渡してくれると嬉しいのだけど。当時は現場が混乱していて、元老が姿を現した後、帝雲の体も消えてしまった。
運気軍が見つけられたのは彼女がずっと身につけていた扇子だけ。私たちに同行していた帝運が元老に操られた傀儡なのか、それとも一応で目を覆った現実なのかは当分の間は分かりそうにないわ。もう最悪の事態を想定して準備は整えてあるけれど、レギオンのやり方を考えると、あの天白氏の摂都氏本人は強打吉祥でしょうね。でも帝運の件をどう処理するかについては同胞である子族が決めることよ。ことの経緯は天白氏に伝えてあるから、この品はお前たちが届けた方がいいと思うわ。わかった、俺たちに任せてくれ。よろしくね。さて今日残っている公務を確認しないと。で、多すぎ。今日はこの辺にしておきましょう。私に用があったら大牧師の樹次長まで来てちょうだい。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない？ならば獣王氏に私の意向を伝えてほしい。しかとお伝えします。舵取り様、この度はお悔やみ申し上げます。客人が来たようですね。私はこれで失礼いたします。あなたたち天白氏一同を代表して列車の乗員たちに礼を言うわ。ラフを性格の災いから救ってくれてありがとう。玉空舵取りも聞いたかと思うが、テユンさんが。ええ、知っているわ。四人で離れたのに三人で帰ってきたのを見て、不言の戦法が事実だって理解した。帝運、まだ信じられない。あの戦法はただの悪い冗談ではないの？先週に半物質レギオンが現れた。帝運が絶滅大君の偽装だった？何もかも信じがたいわ。私と30年も共に働き、共に天白氏の事務を処理してきた帝運が化け物の偽装だったなんて。それなら本物のあの子は今どこにいるの？玉空、ごめんなさい。分かってる、分かってるの。ただ納得がいかないだけ。帝運の私物を四神宮まで届けてくれてありがとう。今回の性格による災いで私たちはあまりにも多くの同胞を、兄弟を、姉妹を、子供たちを失ったわ。天白氏は戦没者のために慰霊祭を行う予定なの。今回の戦いを身をもって経験したあなたたちにも証人として参加してもらいたいのだけど、どうかしら？慰霊祭？短命種の言葉で言うと葬儀ね。ただ先週の長命種にとって死後というのは
あまりに遠く希薄な概念だから、通常魔音の実の前兆が現れる前に獣王氏の引説者が因果殿まで導き、その生涯の経歴を残して無に返すわ。儀式の煩雑な埋葬に代わり、このような短い別れが定着して皆がそれに慣れていった。唯一死の儀式を重んじているのが、寿命が有限である私たち孤族よ。けど今回の災いで数えきれないほどの運気群が殉職し、また魔音の実に落ちた。因果殿が彼らの人生を治める前に死んでしまったの。すべての予期せぬ死が、叶わなかった願いが私たちに教えてくれたわ。長命種の命も有限であることを。私は死んだ人たちに帰る場所を与えたいと思っているの。天白氏の方法で、古族の祭礼で、死者が残したものを聖者に乗せて泉州から送り出すつもり。後世に向けて飛ばし、共に輝かせるの。これは死者のことを、もう話すことのできない魂を慰めるためだけじゃないわ。この世に残された肉親を、友を、すべての泉州の民を慰めるためでもある。私自身もこの儀式を通して帝運とお別れをしたいの。これは私の願いでもあるわ。あの子は戦場で亡くなった運気軍ではないけど、私たち天白氏のもので、この災難の被害者だから、この儀式で私は私の部下とその身分を奪い、あの子の姿で現れた絶滅大君とを区別したいの。やっぱりまだ信じられないわ。いつかきっと自分の手で帝運の行方を明らかにしてみせる。でも今は、今の私にはこれくらいしかあの子のためにできることがないの。ぶしつけなお願いで申し訳ないのだけど、一緒に見届けてくれるかしら。帝運が使っていたものを整理するよう顔面に伝えてあるから、その中からいくつかの品を選んで精査に載せてくれるかしら。わかった、そのようにしよう。俺たちに任せてくれ。ええ、改めてお礼を言わせて。先ほど獣王氏の判官に慰霊祭の通達を頼んだの。私はこれから開成校に向かって聖者の製造監督と儀式の準備をしてくるわ。もし何かあったらそこで私を探してちょうだい。いつも口うるさいだの、おせっかいだの文句を言ってたくせに、今日はどうした？全然止めに来てくれないじゃないか。君たちか。てっきりあいつが戻ってきたのかと。舵取り様に言われてきたんだよな。帝運の私物の整理を手伝いに来たの。慰霊祭に使うものを選んでほしいって玉宇に言われたんだ。ああ、片付けはほぼ終わってる。そこの箱に入れてあるから見てみるといいだろう。箱の中のものを全部取り出して一つずつ見てみよっか。節都市の印鑑、小さな箱、
これは刃物？で、こっちは弓。この丁寧に包まれてるものは何だろう。骨董品？でも、なんでこんな変な骨董品を持ってるのかな。ああ、帝運から聞いたことがある。それは古族に古くからある伝統品の彫像らしい。金運を招くもので飾っておくと御利益があるとか。あれ、包みの中に手紙が入ってる。元明さんへ、金運良好、順風満帆であらんことを。どうやら帝運はこれをあんたに送ろうとしてたみたい。確かに自分も一つ買おうかなと言ったことがあったが、まさかその言葉をずっと覚えていたなんて。僕と帝運は違う商団に属している。みんな同僚ではあるが、同時にライバルでもあるんだ。商団が天外で貿易するたび、習慣としてその土地のお土産を信頼する同僚たちに送ってきた。僕と帝運のナルビはこれまでずっと天白市で一番の商団の名を巡って競い合ってきてね。だから互いに目の上のタンコブで、いつも貿易から帰ってくるたびに変なものを送り合っていたんだ。食べたらすね毛が生える飴とか、ガラスが割れるような音の出る六元金とか。たく、まさかだよ。最後の贈り物がこんなにいいものなんてな。ちゃんとお返ししないとあいつに負けてられない。何を返せばいいんだろうな。ねえねえ、ちょっと気になったんだけど、印鑑はともかく、この刃物とか弓ってどう見ても帝運が持つようなものじゃないよね。帝運のイメージって宝石に囲まれた霊人って感じでしょ。もしかしてさっきの顔面の彫像みたいに、この中に誰かに送ろうとしてたものがあるんじゃないかな。もう一回見てみよっか。うち料理はできないけど知ってるよ。これって包丁だよね。帝運と一緒に行動してた時、こんなものを持ってた記憶はないし。うん、これも送ることのできなかったものなのかも。あれ、包丁の箱にチラシが入ってる。障子見金人庫。これってどこのお店だろう。小さな箱だな。中に植物の種が入っているが、特に変わったところはないようだ。ん？箱の下に文字が。ふやこ。うん。この名前、聞き覚えがあるな。この弓。いい弓だね。あれ、ひょっとして、これってうちへの贈り物？わかってるって。空気が重かったからちょっと冗談を言っただけ。え、誰に送ればいいのかもうわかったの？儀式に参加したことはないのですが。いい運勢ね。不夜行は俺たちがここに着いたばかりの時に通った茶館の名前だったな。不夜行へ。お客様方、お茶を飲みにいらしたのですか？私は店主の無名。何かあればお申し付けください。おや、これは。
低雲姉さんが約束してくれた茶の種、他の世界から探してきてくれたのですね。姉さんには本当にお世話になります。この茶館を継いでからずっと新しい茶を開発していたんです。先人たちができなかったことを成し遂げようと思いまして。ですが泉州の林園春や探偵祖神のような茶には数千年もの伝統がありますし、外から入ってきたブレンド茶にもそれぞれ特徴があって、新商品を出すのはとても難しい状況でした。するとこの話を聞いた低雲姉さんが約束してくれたんです。行商で各世界を遊覧するとき、必ず先週人が飲んだことのないお茶を見つけてみせると。その約束は子供を喜ばせるようなもので、果たしてくれるとは思っていませんでした。そういえば姉さんの姿が見えませんが。低音姉さん、彼女の私物の中から種の入った箱を見つけた。おそらく君に渡そうとしていたものだろう。ありがとうございます。姉さんに何かお返しをしなくてはいけませんね。以前姉さんの提案通りに林園春と陰酸力、それから小炉照明を改良して作ったお茶があるんです。甘く爽やかな味がして、姉さんの名前から熱雲花と名付けました。低雲姉さんはもう飲めませんが、皆さんこのお茶をどうぞ。これで姉さんを弔いましょう。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない？ソーダ島中の選手裏子の名物なんだ。あれ？どうしたの？最近暇になったから先週観光でもしてるとか。長楽店金人港にある食通たちが集まる飲食店だよね。もしかして私にご馳走してくれるの？金人港は長楽店の商店街だよ。近頃は性格のせいで人が少なくなってるけどね。外の客人が初めて訪れた時は大体が有名で賑やかな聖茶会の千夜通りに行くんだけど、本当に美味しいものや面白いものを体験したければやっぱり金人港かな。はい、地図に記してあげるね。私もパイをやって疲れたらいつもあそこの店に行ってチンバー豆腐を食べるの。ああ、まずい。この話をしてたら仕事したくなくなってきた。全部あなたのせいだから。ソーダ当時は泉州裏府の名物なんだ。よかったら飲んでみて。おしみ、この看板ここみたいだね。
いらっしゃいませ。ご注文は何になさいましょう。テウンさんからですか？どうやらあの人の手を煩わせてしまったみたいですね。彼女みたいな可愛らしい人に包丁を用意してもらえるなんて。昔テウンさんがここで食事されていた時に私の心情を話したことがあるんです。私は自分で倒すことのできない食材を口にしないとね。そして別の世界で料理や狩りをした時のことを彼女に話しました。テウンさんはそれを興味深そうに聞き、私の料理をもっと紹介してほしいと言いました。最後には英雄には宝剣がふさわしく、名高き料理人には至高の包丁がふさわしいと言って贈り物をする約束をしてくれたんです。見たところこの包丁は他の世界で集めた珍しい素材で作ったものでしょう。タラサ交配亀の殻を簡単に切れそうなほど鋭いですね。テウンさんったら本当にお人よしなんだから。この金人口でナルビの恩恵を受けていないお店はきっとないでしょうね。彼女が開催した海市のおかげで私たちみたいな小さな店舗も生きがいの客を多く迎えることができました。お礼はむしろこちらがするべきなんです。そうだ、商工がまた開いたと聞きました。テイウンさん、また忙しくなるでしょうね。お客さんたち、嘘を言っているのですよね。その化け物はどこから来たのですか？この包丁で切り刻んでやります。一階の料理人に過ぎない私が何を言っているのでしょう。皆さんありがとうございます。皆さんと、それからテイウンさんへのお返しとして料理を作りましょう。そういえばテイウンさんがうちに惹かれたのもこの牛もつ乱切りのラー油和えを口にしたからなんです。この辛く香ばしい料理をもう彼女が食べられないなんて。テウンさんの代わりにお腹いっぱい食べていってください。弓についてだが、テイウンさんが誰に送ろうとしていたのかおおよそ見当がついた。顔面の話だと節都氏は帰ってきたら信頼する同僚にお土産を渡すんだよね。テウンが信頼する人ってことは玉王のことかな。願いましょう。孫悟の意志を。深淵を迎えよ。失敗しなさい。正確に
槍先に火を炎のエリオ断ち切れ。何手のほどお休み。おランス、うん、当然の秘密目が持ってないわもっと私だ。また大切な記憶が増えたわ。知恵と記憶の力、最悪の力。おやすみ。行きます。ランス、セン、うん、槍先に火を炎のエリオ断ち切れ。強調よ正確に。みんなそこで深淵を迎えよ。最悪の力。おやすみ。行きます。私が守る。マナーに注意。今回の仕事も無事に終わりましたね。その程度何が知りたいの。協調よ。おやすみ。清潔に。ダンス、戦闘準備、うん、槍先に火を炎のエリオ断ち切れ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。最悪の誓い落ちる。もっとは。また大切な記憶が増えたわ。強調よ。悪い。おやすみ。一気に行きます。さあ、その程度、うん、最悪の力。ご迷惑をおかけしました。見事な手術だったわね。
どうかしたの？この弓を帝雲が私に？あの子は私の苦しみを理解してくれていたのに、私はもうあの子のために何もできないのね。30年前、私はある凄惨な戦争に参加したの。私は親友と共に出航したけど、帰航した時には一人になっていた。あの戦いが終わった後、戦争の残した傷跡に触れるのを恐れるように、泉州ラフはずっと航路に沿って休養をし貿易をしていた。私も自分が飛ぶことに飽き、弓を引き絞る勇気を失ったと思ったわ。そして天白氏の事務に没頭するようになり、空を見ようとしなかった。舵取りになったとはいえ、軍人出身の私は緻密な経営に向いていなかった。でも帝雲はそんな私と違って生来の商人だったの。役職上あの子は部下だけど、いつも商売の相談をして意見を出してもらっていた。たとえ戦場で共に戦ったことがなくとも、あの子は私の戦友よ。帝雲と商談の助けがなければ、ラフが30年で息を吹き返すことは不可能だった。時代は移り、泉州は変わったのだと私は思っていたわ。私のような流血と戦火が染み込んだものではなく、帝雲のような人材こそが天白氏の未来であると、あの子がラフに繁栄をもたらすと信じていた。でも私は間違っていたわ。半物質レギオンを一匹残らず滅ぼすまで泉州には私が必要。血と炎のために空を駆ける私のような存在がね。儀式に使う聖砂の準備ができたわ。さあ帝雲の思い出の品を聖砂に乗せましょう。待ってくれ。帝雲が贈り物を僕に用意してくれたんだ。僕も同じ節度使としてそのお返しをすべきだろう。そっか、それで顔面は何を用意したの？僕はこの支援を。帝雲の貴重な贈り物と比べたら見劣りするかもしれないけど、どうか笑わないでくれ。これにはちゃんと意味があるんだ。古族の風習で支援は飛べなくなった飛行士の魂を癒すらしい。僕も帝雲も飛行士とは言えないが、ずっと星空をかけてきた身だから、帝雲もきっと再び星空を飛べるようになれば喜んでくれるはずだ。乗せる？これは円錐が金人公のお店を代表して送ってくれた料理。きっと気に入ってくれると思うよ。天白氏のために、ラフのためにした全てに感謝しよう。この小さき印鑑は泉州が繁栄する礎だ。
これはムメイちゃんが用意したお茶でね、天運の名前が由来になってるんだよ。今回は競い合う必要がないな。さあ、もっと遠い世界へ向けて飛んでいくといい。天運、天白氏は決してあなたを忘れない。必ずやこの手で真相を突き止めてみせる。そしてもしもあなたが帰らぬ人になったなら、その時は私があなたの仇を討ってみせるわ。さあ、そろそろ慰霊祭を始める時間よ。聖茶会の婚余台に向かいましょう。儀式も終わったし、そろそろ休んだ方がいいよ。待った。まだ列車の友と話したいことがある。すまないね。元凶からずっと休むように言われていたんだ。もっと早く諸君らを招くべきだったのだが、請求列車がラフを離れる前に送りたいものが2つある。贈り物？やっと両親がうずいて、うちらの頑張りをねぎらう気になったのかな。では諸君、新作府まで来てもらえるか。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない？文書を差し上げましょうか。諸君をここに招いたのは、改めて先週ラフが列車の七死人に感謝を伝えるためだ。フゲン殿からも聞いたと思うが、諸君の成した壮挙はこのラフでは恩に報いることができないほど偉大なものだ。故に私はラフ運気軍を代表し、この決命の儀を象徴する玉鳥を諸君らに託そうと思う。数千年前、同盟が成立した時に各戦州は共に誓いを立て、玉鳥に刻んで証しとした。たとえ天地が崩れようとも、この誓いに背くことはない。この玉鳥も同じで、その意を表している。これには請求列車に対するラフ運気軍の許可が記されており、それと同時にビーコンでもあるんだ。玉鳥を握ることで、私が持っているもう一つの玉鳥へと連絡が届く。約束しよう。たとえ銀河の果てでも、ラフ運気軍は列車の元へと駆けつけ、恩に報いると。へえ、すごい贈り物だね。ああ、無論これほど重要なものだ。些細なことや抗議に反するようなことには使わないでほしい。私の言っている意味がわかるね。大丈夫大丈夫、わかってるって。将軍のご厚意に感謝する。そして炭鉱殿、
ああ。獣王氏の通達により、君への追放令を赦免する。本日をもって君は、自由にラフを行き来できる身だ。やったー。だが一つ忠告しよう。タンフーの罪はあまりに深い。このような通達があったとしても、一部の人の考えは人間教の潮のように簡単に変わりはしないだろう。出入りの自由は保証するが、身の安全までは私も保証できない。この点についてどうか理解してほしい。分かっている。贈り物を渡せて気持ちが軽くなったよ。傷口の痛みも和らいだようだ。この情景を死にしたい気分だが、私は普賢殿のように学識が豊かなわけではない。やめておこう。七死人の道はまだ長い。列車の旅がどうか順調であることを祈るよ。ではさらばだ。姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。いつ戻ってくるかと聞かれている。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ。ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。姫子さんもきっと心配しているだろうからな。うちらが今回の旅で体験したことを聞きたくて待ち遠しいんだよ、きっと。あ、ちょっと待って、忘れてた。車掌さんにお土産買ってない。ねねあんたは泉州でやり残したことない？そうだね、まだお別れを言ってないし。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。二人ともなるべく早く戻ってきてくれ。安心して、幼児ちゃん。やあ、君たちと一緒に行動することはなかったけど、列車の武勇伝は将軍から聞いてる。本当に尊敬するよ。もう行くのか？はあ、将軍の憂いを分けようと思ったのにあんなことになるなんて。僕も反省してるよ。こんなことを言える立場じゃないかもしれないけど、一つ頼みがあるんだ。炭鉱先生と手合わせして僕は自分の未熟さを深く自覚した。だからもし君にいつか時間ができたら、ぜひとも指導をお願いしたいんだけど。そうしたいのは山々なんだけど、僕のことまだ怒ってるんじゃないかと思って。それじゃ道中の無事を祈るよ。
聖者が玉海門を離れる瞬間を見ると、まるで夢のような儚さを感じるの。あの船たちは一体どれほどの時間をかけて空を飛び、またどの星に向かうのかしらね。宇宙からすれば長命士の命も短命士の命もほぼ同じだ。泉州の民が求める長命は、星が呼吸し輝く一瞬にも満たないもの。彼らの悲しみも俺たちと変わらない。お帰り。ちょうど姫子と今回の旅について話していたところだ。また一つ旅の終点にたどり着いたな。あらゆることには終わりがあり、その後には新たな始まりが待っている。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒に新世界を開拓しようかしら。列車にそんな交代システムがあったのか。ピノコニーよ、覚えてる？カフカの誘いに乗る前にそこに向かおうとしていたでしょ。列車のアーカイブによると、ピノコニーはもともと犯罪者を流刑するために使われていた監獄船よ。少なくとも記録された時代ではそうだった。でも挽回のガンが発生した時、ピノコニーはシペのもとに身を寄せ、無常の繁栄を遂げた夢の国に変えられたわ。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコニーで一体何が起きているのか気になって、思わず招待を受けちゃったわ。車掌の準備が終わったら次の駅に向かいましょう。ここに踏み入る者は極利か囚人に他ならない。貴殿はどちらかね。どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。派手にやったものだ。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君まで、次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。薬師の意味者め。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケーネ、我々の邪魔をするな。剣木のよみがえりは予兆。泉州は運命の選択を下す時に至っている。定休、儒家、人滅、これは神々の大局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。
ぼんやりとした無常の中で一つの星が私を照らした。そろそろ次の駅に出発する。ラウンジに行ってみんなと合流しよう。
車掌さん、まだ来ないの？パムでも油を売ることがあるのね。うん、待たせたな。重要なことじゃから準備に少し時間がかかってしまった。うん、そんなに重要なことって何？乗客の諸君は知っとるじゃろうが、次の列車の目的地は宴の星ピノコニーじゃ。皆が宇宙でも有名な星空ホテルをずっと楽しみにしておったことは俺も知っておる。じゃが出発する前に改めて3つのことを注意しておきたい。1つ目、ピノコニーが位置するアスデナは屋室が充満しとる星系で、歴史的に記憶域から漏れ出した大ホールの一つでもある。数千年の歳月が経ってもこの先の屋室の濃度は平均値よりも高い状態を保っておる。普通なら大した問題ではないのじゃが、人それぞれ体の状態は異なるからな。めまい、幻覚、記憶の混乱などの症状が現れた場合はくれぐれも油断せぬように。2つ目、ピノコニーは調和のファミリーの領地であり、ファミリーが他の派閥を公に招待するのは今回が初めてのことじゃ。列車も客として招かれとる以上、守るべきルールはしっかり守ること。これを忘れるでないぞ。分かった、合に入っては合に従えってことだね。安心して、車掌さん、七死人の顔に泥を塗るようなことはしないから。最後3つ目じゃが、これは注意というよりも無理を承知で俺からみんなに頼みたいことがある。できれば休暇の合間に数人の七死人に関する情報を探ってきてもらいたい。私が説明するわ。列車が停車するほとんどの世界と同じように、ピノコニーも銀気場にある駅だったの。数千年前、そこはまだカンパニーの辺境の監獄で、開拓がそこと数千もの星々をつなげていた。当時、星宮列車もピノコニーを訪れたことがあって、旅に出会いと別れがあるように、記録によると数人の乗客がピノコニーに残り、そこを自分の終着駅としたの。あまり深刻に捉えないで。ただ過去の停車駅に戻るだけだと思ってちょうだい。列車が去った後、性格は各世界を遮断した。そしてピノコニーの主も幾度となく変わったわ。そこに残った七死人たちがその後どんな暮らしを送り、どんなことを経験して、この世界にどんな痕跡を残したのか。先人たちの足跡を追うことも一種の冒険でしょ。星空から離れたとしても七死人の開拓が終わることはない。パムもそう思っているのよね。乗客名簿によると、当時下車した3人の乗客の名前はティエルナ、ラグウォーク、ラザリナ、
それぞれ列車の護衛、整備士、測量士だったらしいけど、それ以外の情報はないわ。名前と職業だけ？聞いた感じ本名じゃなさそうだし、星草の中から針を見つけるようなものじゃない？とにかく成り行きに任せればいいわ。七死人の多様性を考えると、彼らの子孫を見つけられるかもしれないし、確率は低いけど本人にも会えるかもしれない。それじゃあ今回の航路会議はここまでにしましょう。跳躍までまだ時間があるから、もう少し荷物の確認に時間をかけていいわよ。跳躍が始まる前に俺が放送で知らせてやるからな。跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしようかな。忘却の庭に入りたいの。の意志を涼しいですね。ちょっと待ってください。これ一気に片付けましょう。はっ。千の鎮気を持って一心同期、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。逃がさない。ああたまにはマジ、うちのとっておきを食らえ。客をもてなさないと。諸悪退散。ついてないね。片付けましょう。諸悪退散。行きます。ダンス、戦闘準備。お、逃がさない。うちの出番。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。千の鎮気を持って鼓舞を、一心同期。諸悪退散。私が守る。たまには真面目、うちのとっておきを食らえ。まだ時間。ごめんなさい。一気に片付けましょう。ついてないね。行きます。
戦闘準備。槍先に火を炎のエリオ断ち切れ。諸悪退散。輪を持ってパッ。逃がさない。千の鎮気を持って一心同期。たまにはマジうちのとっておきを食らえ。客をもてなさ。清潔に。私が、うん、殴ったね。はっ、うちの出番。行きます。チャンスだよ。炎のエリオ断ち切れ。輪を持って尊しとなす。願いましょう。気迫を示す。形勢に注意して。見つけた。抵抗は無駄。罪に向き合って協調よ。おやすみ。代価を払ってもらう。平気よ。気づいてないんだ。避けられない一戦。まだ否定するの。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。罰を下す。勇夫が獣王の直、ここに書となる。何が知りたいの。最悪の誓い。記憶の皆そこで深淵を迎えよ。あなたの前行は覚えておく。代価を払ってもらう。罪に向き合って。運命は選択で。協調よ。我に力を。最悪の誓い。手の方。気づいてない。罰を下す。倒れるわけにも。避けられない。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。お注射の時間よ。お休み。罪に向き合って。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。協調よ。償ってもらおう。勇夫が定め獣王の直、ここに書となる。最悪の誓い。跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしようかな。
定められた協調よ。落ちる。何が知り協調よ。悪いこと。行きます。運命は選択。記憶よ、みなそこで深淵を迎えよ。何が知りたい。最悪の力。まだ時間。ごめんなさい。やり先に火を炎のエリオ、断ち切れ。願いましょう。孫悟の意志を。逆位置不利ね。見つけた。ほんの気持ちよ。気にしないで。ご迷惑をおかけしました。油断しちゃダメよ。お薬の時間よ。運命は協調よ。仕事を始め、どうは罪深い。ダンス戦闘、うん、やり先に火を炎のエリオ、断ち切れ。お休み。私がママ救いな。まだ時間。ごめんなさい。何をし、最悪の誓い。記憶を、みなそこで深淵を迎えよ。一気に、うん、どうは、うん、運命を。ご迷惑をおかけしました。清潔にダンス。しまってしまう。
孫悟の意志を。来なさい。何が知りたいの？協調よ。手のほお休み。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。行きます。運命の最悪の誓い。悪い子ね。一気に正確に。私が守る、うん、平気よ。おやすみ。みなそこで深淵を迎えよ。定められた奇跡。協調よ。お注射の時間よ。もっとは。さあ。願いましょう。何が知り、最悪の誓い。手の施しようがないわね。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。おやすみ。ランス、戦闘中、うん、まだ時間。うん、悪いです。さあ、願いましょう。孫悟の意志を。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。協調よ。お注射の時間よ。おやすみ。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。最悪の誓い。まだ時間。悪い子です。私が守る。さあ、何も。協調よ。お注射の時間。お休み。しご、行きます。清潔に。待ってないわ。まだ時間。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。悪い。おやすみ。行きます。うん、協調よ。落ちる。清潔に。チャンスだ、うん、何が最悪の誓い。
おやすみ。仕事を行きます。対処法を考えよう。ソンゴの意志を見つけた。難解な予言ね。協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。まだ時間だ。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。失敗しないようぜ。清潔に。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。しないぜ。清潔に。ダンサー。まだ時間。運命は選択ではない。最悪の誓い。仕事行きます。お中お休み。私が待つ。何が知りたいの。協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。失敗ぜ。清潔に。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。手の施しようがね。ダンス。運命は最悪の誓い。仕事に行きます。悪い子ね。おやすみ。私が、まだ時間。ごめんなさい。何の協調よ。もっとは。最悪の誓い。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。おやすみ。ダンス。大丈夫。運命協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。失敗しない。行きます。定め。最悪の誓い。仕事で清潔に。おやすみ。協調よ。さあ、やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。出品行きます。最悪の誓い。ほんの気持ちよ。気にしないで。ご迷惑をおかけしました。悪い子ね。清潔に。
願いましょう。孫悟の意志を。みなさん、ここで深淵を迎えよ。まだ時間。ごめんなさい。難解な予言ね。協調よ。記憶、みなそこで深淵を迎えよ。失敗しないように。行きます。お注射の時間よ。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。準備はいい？この感覚どう？おやすみ。最悪の地区。仕事を始めよう。記憶、みなそこで深淵を迎えよ。どう？一緒にどう？その手、焦らない。ママ悪い子ね。協調よ。お注射の時間。お休み。何が知りたいの？まだ時間。ごめんな。よそ見はダメ。足元に気をつけて。私が守る。悪い子ね。運命の最悪の地下。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。記憶、みなそこで深淵を迎えよ。準備はいい？ちゃんと立てる？ランス、戦闘準備。何？協調よ。お注射の時間。お薬の時間よ。ご迷惑をおかけしました。焦らない。誰かしら。その程度、私が守る。どう？ごめんなさい。最悪の力。一緒にどう？準備はいい？槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。悪い子ね。助かった、ありがとう。運命。協調よ。怖がらないで。よそ見はダメ。マナーに注意。あら。記憶、みなそこで深淵を迎えよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。運命の導きに感謝を。どう？何が知る。最悪の力。まだ時間はある。お注射の時間よ。ダンス、戦闘準備。失敗しないように。運命は戦闘。協調よ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。おやすみ。一
緒にどう？最悪の力一気に。どう？お薬の時間よ。ごめん、私が守る。かけしました、うん、何を知りたいの？記憶に。みんなそこで深淵を迎えよ。準備はいい？よそ見はダメ。大丈夫。仕事を始め。悪い子ね。ごめん、まだ時間。ごめんなさい。怖がらないで。ランス、戦闘準備。運命は槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。協調よ。失敗しないよ。どう？あら、焦らないで。おやすみ。何を知りたい？最悪の力。行きます。当ててみて。一緒にどう？記憶に。みなそこで深淵を迎えよ。協調よ。私、うん、しおお、準備はいい？よそ見はダメ。最悪の力。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。おやすみ。気に入った。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。どうは？協調よ。記憶に。みなそこで深淵を迎えよ。いた？お薬の時間よ。ランス、戦闘準備。感謝。ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。し、おお、何？最悪の力。お注射の準備。あら、運命は選択では。協調よ。お薬の時間よ。助かった。ありがとう。ほんの気持ちよ。気にしないで。ご迷惑をおかけしました。当ててみて。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。記憶に。みなそこで深淵を迎えよ。最悪の力。ご迷惑をおかけしました。一緒にどう？いた？わたし、どうは？協調よ。手の施しようがないわね。お薬の時間よ。怖がらないで。感謝。よそ見はダメ。大丈夫。ま、は、うん、気持ちよ。気にしないで。ご迷惑を。まだ時間。ごめんなさい。ランス、戦闘準備。うん、おお、何？最悪の誓い。記憶に。みなそこで深淵を迎えよ。私が…どうは？うん、協調よ。あら、気に…槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。運命の導きに感謝を。
ほんの気持ちよ。気にしないで。ご迷惑をおかけしました。何を知りた。最悪の力。重っ。当ててみ。一緒にどう。おやすみ。ランス、戦闘準備。運命は選択では協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。まだ時間。ごめんなさい。失敗して。もっとは痛い。よそ見はダメ。お薬の時間よ。ご迷惑をおかけします。見事な手術だったわね。定められた最悪の誓い。悪い。しご、行きます。協調よ。手の施しようがないわね。おやすみ。清潔に。
何最悪の違い。運命は選択。協調よ。仕事行きましょう。チャンスだよ。うん、最悪の力。落ち。おやすみ。孫悟の意志を願いましょう。逆位置不利ね。ふっ、記憶は皆そこで深淵を迎えよ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。まだじっ、ああ、清潔に。ランス、戦闘中。ああ、うん、償ってもらうわよ。マナーに注意。悪い子ね。おやすみ。仕事行きます。清潔に。まだ時間。ああ、ごめんなさい。最悪の誓い、私が、うん、乱暴はやめて。ご迷惑をかけ、行きます。何を知る。協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。失敗しない。おお、ダンス、うん、まだ時間。ああ、うん、マナーに注意。おやすみ。どうは、私が守る。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。最悪の誓い。悪い子ね。おやすみ。仕事を始め、清潔に。
協調よ。悪い子ね。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。最悪の誓い協調よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。おやすみ。失敗し、行きます。なってもらうわ。運命は選択ではない。仕事を始めくのよ。どうは落ちるダンス、定められた。孫悟の意志を願いましょう。ただ記憶を皆そこで深淵を迎えよ。協調よ。手の施し、おやすみ。やり先に火を、炎のエリオ断ち切れ。行きます。礼儀が待ってないわね。最悪の誓い。運命の導きに私が、記憶は皆そこで深淵を迎えよ。まだ時間定められた協調よ。おやすみ。行きます。運命の選択。最悪の誓い。行きます。ダンス戦闘準備。やり先に火を、炎エリオ断ち切れ。まだ時間。願いましょう。孫悟の意志を見つけた。
定められた奇跡。協調よ。手の施しようがないわね。みんなそこで深淵を迎えよ。おやすみ。清潔に。その程度。最悪の誓い。悪い子ね。助かった。ありがとう。お薬の時間よ。ご迷惑を。行きます。ダンス。はあ。なんと落ちる。失敗。私、うん、来なさい。はっ、来なさい。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。協調よ。まだ時間。ああ、手の施しようがないわね。おやすみ。一気に清潔に。ランス、戦闘準備。ああ、記憶の、みんなそこで深淵を迎えよ。運命は最悪の誓い。悪い子ね。行きます。私が守る。うん、さだ協調よ。おやすみ。失敗しない。もっとは。えっ、奴らを倒すには準備が必要ね。願いましょう。孫悟の意志を。見つけた。難解な予言。最悪の誓い。お注射の時間よ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。まだ時間だ。ダンス、戦闘だ。記憶は、みんなそこで深淵を迎えよ。協調よ。手の施しよ。お薬の時間よ。助かった。ありがとう。助かった。仕事を。ありがとう。何、最悪の誓い。新人なる力。もっと。おやすみ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。うん、協調よ。まだ時間。悪い子。ねえ、しろ。何、最悪の誓い。記憶に、みんなそこで深淵を迎えよ。行きます。お注射の時間よ。おやすみ。時は外だぜ。
協調よ。どうお薬の時間よ。ご迷惑をおかけしました。最悪の時間、チャンスだよ。新人なるか。お注射お休み。運命は戦協調よ。願いましょう。ソンゴの意志を。対処法を考えよう。ちょっと待ってください。貴様らの敗北は決まっている。はぁ、あ、難解な予言。協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。まだ時間。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。お注射の時間よ。失敗しないように。おお、最悪の地区。悪い子ね。助かった。お注射の時間お休み。仕事を始めよ。どうは。その程度私が守る。何が知りたい。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。協調よ。氷になる。悪い子ね。お薬の時間よ。ご迷惑をおかけし、行きます。まだ時間。ああ、ごめんなさい。おお、ランスター。貴様らの敗北は決まっている。はあ、運命は戦最悪の地区。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。お注射の時間よ。その程度清潔に。
貫け。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。ご迷惑をおかけしました。まだ時間。ごめんなさい。どうは強調よ。その程度。ほんの気持ちよ。気にしないで。運命の導きに感謝は私が守る。おやすみ。最悪の力。仕事に行きます。震えろ。我が因縁のもとで。おやすみ。まだ時間。記憶を皆そこで深淵を迎えよ。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。強調よ。最悪の力。氷になって。失敗しないように。お注射の時間よ。お薬の時間よ。助かった。ありがとう。貴様らの敗北は決まっている。何が知り。強調よ。ダンス。一気に清潔に行きます。貫け。ほんの気持ちよ。気にしないで。運命の道。記憶を皆そこで深淵を迎えよ。悪い子ね。ご迷惑をおかけしました。マナーに注意。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。どうは。おちゅ、ほんの気持ちよ。気にしないで。運命の導きに感謝。お薬の時間よ。最悪の力。ダンス。震えろ。我が因縁のもとで。悪い子ね。運命の道。運命は記憶を皆そこで深淵を迎えよ。貫け。私が守る。仕事。何がし。ほんの気持ちよ。気にしないで。ご迷惑をおかけしました。お注射の時間よ。お薬の時間よ。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。助かった。ありがとう。氷になる。最悪の力。記憶を皆そこで深淵を迎えよ。まだ時間。気持ちよ。気にしないで。運命の
導きに感謝。貫け。悪い子ね。チャンスだよ。運命は戦闘。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。震えろ、我が威厳のもとで。はあ、しっぽお注射の時間よ、お薬の時間よ。ご迷惑をおかけする。氷になる。はっ、陣列を組め。まだ時間。寒波が貴様らを葬る。ランス、戦闘準備。何が知りたいの？協調よ。最悪の誓い。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。仕事を始めよう。行きます。極寒の審判。私が最高で平気よ。退きなさい。火は熟した。貴様らの敗北は決まっている。貫け。おやすみ。なだれに飲まれろ。医者失格ね。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない？
対処法を考えよう。軍者大佐、ここに書となる。一心同期、
記憶に皆そこで深淵を迎えよ。協調よ。悪い子ね。避けられない一戦。はっ。礼儀がなくないよ。避けない。何に最悪の力。記憶に皆そこで深淵を迎えよ。手の施しようがないわね。おやすみ。輪を持って到達した。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。はっ。運命は協調よ。流されていく。平気よ。代価を払った。客をもてなさない。最悪の力。手の施しよ。おやすみ。避けられない一戦。輪を持って尊した。何を知りたい。協調よ。記憶に皆そこで深淵を迎えよ。代価を払ってもらう。はっ。お注射に。平気よ。客をもてなさないと。定めが最悪の力。
跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしようかな。これは手紙？跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしようかな。どうだ、ファミリーの領地なら刺激的なこともあまり起こらないだろう。俺からすれば少しもったいない気もするが、せっかくの羽を伸ばせる機会だ。存分に楽しんでくれ。冒険の旅は確かに胸を高鳴らせるが、適度にリラックスすることも大切だからな。ただリラックスしている間もパムの頼みを忘れないでいてやってくれ。パムは俺たちのためにいろいろなことをしてくれた。今回は俺たちが報いる番だ。やっぱりあんたは冷静ね。美月ちゃんなんてピクニックに行く子供みたいに大はしゃぎしてるのに。真顔で冗談を言うのもあんたの特技だったわね。ただ今回のファミリーの正体についてはいくつか気になるところがあるの。それについて話し合いたいんだけど、今はやめておきましょう。まずは楽しい休日を満喫してちょうだい。ベルトさんと話したんだが、今回は俺が列車に残ることにした。お前たちは思う存分ピノコニーを満喫してきてくれ。お前の気持ちはありがたいが、あまり騒々しいところは好きではないんだ。列車の仕事も誰かが残ってやる必要がある。先週のことは気にしなくていい。ピノコニーは旅の終着点ではないし、この先も長いからな。ある程度片付いたら俺もお前たちを追いかける。お前も荷物の確認は念入りにした方がいいぞ。ファミリーのイミグレーションは手続きが面倒だと聞く。ホテルにチェックインした後に忘れ物に気づいたとしても後の祭りだからな。カメラよし、着替えよし。洗面用具は？うわ、最悪！この前注文した旅行用の詰め替えボトルがまだ届いてない。でもピノコニーのリゾートホテルって超高級だって言うし、きっとアメニティも悪くないよね。これならもう少しスーツケースのスペースを空けられそう。他に何を持っていこうかな。あんたなんかスーツケースに入るわけないじゃん。自分で歩いて。小説か漫画でも持っていこうかな。そうすればホテルの部屋でも退屈しないし。でも本って重いんだよね。迷うな。他に何を持っていこう。そろそろ時間だ。席に座ろう。こんばんは。各乗客は注意せよ。まもなく跳躍を開始する。
間もなく跳躍を開始する。席に座って近くのものに捕まるように。間もなく跳躍が始まる。5 4 3 2 1。また一人ついてこい。その質問には意味がない。だができる限り説明しよう。ここは現実と記憶域の境界、無境だ。今この瞬間、あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、互いの思考の中に現れた。これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事は全て忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。ついてこい。あなたを家に連れて帰る。左側、廊下の突き当たり、そこであなたを待っている。やってまいりました。こんばんは。スターピースラジオへようこそ。まずは今日の主な内容をご紹介します。スターピースカンパニーと泉州同盟が再び貿易協定を結びました。